今日はスティックハッシュドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はハッシュドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ハッシュドポテトをねスティック状にして揚げていきたいと思います。さらにですね、ポテトにぴったりなソースも2種類ご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにハッシュドポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、塩、カリフコンソメ、そして揚げるときに揚げ油を使用していきます。ハッシュドポテトはねこちらのシンプルな材料で作っていきます。今回味付けはですね、顆粒のコンソメ少しと、あとは塩で味付けしていきます。お好みで黒胡椒とか、あとはカレーパウダーとかね、いろいろアレンジしていただけます。お好みで入れてみてください。そしてじゃがいもなんですが、今回大きめのじゃがいも3つ分ですね。グラムでいうと皮付きの状態で約 450g になります。こちらは目安にしてください。だいたいね400から 450g ほど使っていただくといいかなと思います。そしてソースをご紹介します。まず1つ目がピザソースです。材料はこちらです。ケチャップ、マヨネーズ、醤油、マジックソルト、おろしニンニク、こちらの5つの材料で作っていきます。ピザソースにはこちらマジックソルトを使っていきます。ハーブとかいろいろ入ってるものになります。こちらはスーパーで売ってるのでぜひチェックしてみてください。続いてハニーマスタードソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、粒マスタード、蜂蜜、お醤油、こちらの4つの材料でハニーマスタードソースを作っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにソースから作っていきます。最初はね、ピザソースを作ります。容器にケチャップ、そしてマヨネーズ、おろしニンニク、そしてお醤油、あとはマジックソルトを加えます。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。これでピザソースの完成です。まあ、ちょっと味見していただいて、お好みでね味は調整していただいて OK です。続いてハニーマスタードソースを作っていきます。まず器にマヨネーズ、そして粒マスタード、続いて蜂蜜、そしてお醤油を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。こちらもですね、同じように味見していただいて、お好みでね味の調整はしていただいて大丈夫です。これでソース2種類の完成です。ぜひこちらも一緒に作ってみてください。それでは続いてハッシュドポテトを作っていきます。まずね、じゃがいもの皮を剥きましょう。今回ね、じゃがいもは新じゃがが売ってたので新じゃがを使ってます。こちらはお好みのじゃがいもを使っていただいて OK です。そして芽の部分も取り除きます。はい、 OK です。それでは残りも同じように皮を剥いて、そして芽を取り除いてください。はい、じゃがいもの皮を剥きました。そしたらですね、じゃがいもを薄くスライスしていきます。だいたい 5 ミリ幅ぐらいでスライスしていきましょう。この時ね、じゃがいもがグラグラするのでね、怪我をしないように注意してください。はい、このようにスライスしました。そしたらですね、あとは細切りしていきます。できるだけ細めに切ってください。はい、 OK です。このように細切りしてください。そしたらね、こちらじゃがいもはですね、水にさらさずにこのまま置いておきます。それでは残りも同じように切りましょう。全部このように細切りしました。そうしましたら、ここにふんわりラップをかけてください。こちらを電子レンジ 600W で5分から6分加熱していきます。はい、今5分加熱しました。そしたらラップを外します。やけどしないように注意してください。でね、じゃがいもがしんなりしてれば OK です。そしたらここに片栗粉を加えます。そして塩、あとは顆粒のコンソメも加えます。これでよく混ぜましょう。はい、このように粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜてください。そしたらね、こちらフリーザーバッグを用意してください。今回使うフリーザーバッグは 28cm×26cm のものを使用していきます。こちらあるものを使ってください。そしたらね、口を広げてこの中にじゃがいもを入れていきます。こんな感じに入れました。そしたら全体に広げてください。厚みをね、だいたい 1cm ぐらいにしていきます。
ょっと熱いのでね、やけどしないように注意してください。でね、やりにくかったらこういった綿棒でね、伸ばしていただくとやりやすいと思います。はい、OK です。このように伸ばしてください。厚みはこのぐらいですね。それではですね、一度こちらしっかり粗熱を取って、その後冷凍庫で1時間凍らせます。はい、1時間経ちました。1時間経つとね、包丁で切れるぐらいの硬さに固まってます。冷凍庫の入れる場所とかによっても固まり具合が変わってくるので、だいたい包丁で切れるかなというぐらいに固まったら取り出してください。あんまりね、凍らせすぎると今度切れなくなるので、凍らせすぎには注意していただけたらと思います。でね、袋を切ります。そして開けましょう。ペリペリペリと剥がします。はい、こんな感じで固まってます。そしてこのように袋から取り出してください。あとはね、だいたい1センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じの状態です。はい、OK です。このように切ってください。今回はね、18本できました。こちらは目安にしてください。では油で揚げていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。はい、OK です。そしたら火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。では、やけどしないようにね、ハッシュドポテトを入れていきます。一度凍らせてるので、ちょっと油跳ねしやすくなってます。なのでね、本当に注意してあげるようにしてください。はい、それではこのまま5分ほど表面がカラッとしていい揚げ色になるまで揚げていきます。最初ね、触りすぎると崩れちゃうので、最初はね、あんまり触らないように揚げていってください。表面がね、ちょっとカリッとしてきたらお箸で転がします。そして全面をカリッと揚げていってください。はい、今ね、5分ほど経ちました。このように表面がね、カリッとしていい揚げ色になったものから取り出していきます。ちょっとね、場所によってね、揚がり具合が変わるので、様子を見ながらね、揚げ時間を調整してください。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。表面もサクサクです。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。とてもサクサクに仕上がってます。ではね、このまま油を切って完成です。はい、これでスティックハッシュドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにサクサクに仕上がってます。そしてこちらがピザソース、そしてこちらがハニーマスタードソースです。このようにサクサクでホクホクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。じゃあまずね、このままいただきます。もうね、カリッカリですね。今回塩とコンソメを入れてるので、もうこれだけで結構味はしっかりしてますね。美味しい。ではせっかくなので、ピザソースにつけていただきます。いただきます。ピザソースとすごく合いますね。だけどこっちがね、結構今回しっかり味付けしたので、ピザソースをつけるときは塩かコンソメどっちかでいいかなと思います。では続いてハニーマスタード味もいただきます。いただきます。ハニーマスタードも美味しいですね。こっちもね、やっぱりソースをつけるときはもうちょっとね、じゃがいものベースの味をね、薄くしていただくとちょうどいいと思います。このまま食べるときは今回作ったように作っていただくといいかなと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスティックハッシュドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですけれども、じゃがいもは細切りした後に水にさらさずに加熱してください。そうすることでじゃがいものでんぷんも利用することができて、より形が崩れにくくなって綺麗なスティック状で揚げることができます。そして味の濃さについてなんですけれども、先ほども言いましたが、今回ね、塩とコンソメを加えてます。この2つを加えると結構しっかりめに味がつきます。なのでこのまま食べるときはね、両方入れていただいて大丈夫なんです。
ですけれども、もしソースなどをつける場合はどちらか片方で味は少し薄めにしていただくといいかなと思います。まあ味の濃さに関してはお好みなので調整していただけたらと思います。そしてその後ですね、ジップ袋に入れて冷凍するんですけれども、厚みがだいたい1センチぐらいになるように伸ばしてください。その後ですね、粗熱を取ってから冷凍庫で1時間冷やしていただくと、ちょうど包丁で切れるぐらいの硬さに凍ります。これでね、もし凍らせすぎてしまった時は少し解凍させてから包丁で切るといいかなと思います。この凍らせる時間に関しましては冷凍庫の環境でね、ちょっと変わってくると思いますので、硬さを見ながら時間は調整してください。そして凍らせた後は1センチ幅に切ったんですが、こちらお好みの形で切っていただいて OK です。まあ、今回スティック状なのでスティック状に切ったんですが、四角い形に切っていただいても可愛いかなと思います。そして揚げる時なんですけれども、揚げる時は油跳ねには十分に注意して揚げていただけたらと思います。あとはね、今回ピザソースと、あとはハニーマスタードソース、この2種類作りました。こちらのねソースもね、ポテトだけじゃなくてお野菜などにもねぴったりなので、こちらもよかったら試していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスティックハッシュドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。